はい、レオンチャンネルです。2016年初のレビュー予定カレンダー動画です。今年もたくさんおもちゃを買いましょう。まずはデラックス玩具。上旬はほとんど発売がなくって、9日の土曜日もゴースト関連ないんですよね。ただプリキュアの新番組の魔法使いプリキュア、これのアイテムが先行で出ますね。中旬の16、ゴーストチェンジ08、ゴエモン&龍馬ゴーストセット、闘魂ブースト系のゴーストが発売するのと、あとはアーツのオビワンケノービー、ウィンスペクターのファイヤー、バイファムも出ます。さらに翌週の23、デラックスマシンフーディ&フーディーにゴーストアイコン、バイクがガバッと展開してパーカーゴーストになると、さらにアイコンもつきます。ロボット魂のストライクノワールとのぞみちゃんが出るのと、ネクスエッジのバルバトス、もちろん乾燥もできるっぽいですね。そして月末の30日、ライダーヒーローシリーズのネクロム。ゴーストチェンジは来月かな。ソフビが先に出て、さらに変身ブレスデラックスメガウルオーダーこれね、あれですよね、海岸じゃなくて天眼なんですよね。アイコンに目薬を刺すところまで来ましたね。ネクロムゴーストアイコンもつきます。結局これは誰が変身するのかな、やっぱりアランですかね。あとはアーツのサオトメランマの女バージョンと、超合金の塊の藤子 F 不二雄キャラクターズ。ニンニンちゃんももうすぐ終わりなので、さすがにおもちゃは出ませんね。では次は食玩。まずは1月5日に年末の大掃除でレビューした衝動シリーズのドラゴンボール。今回はスーパーサイヤ人ゴッド SS と、お、ゴールデンフリーザー。これは買いましょう。12位に簡単組み立てる。全3種類で出ます。あとは仮面ライダーゴーストキット3。今回はガジェット系がずらっと出ますね。18日、お、食玩ゴーストアイコン4。早くも闘魂が出ますが、さすがに発行はしないのかな。お、そしてガイムレジェンドアイコンも始まりますね。とりあえず闘魂の仕様が気になりますけど、龍馬とゴエモンもいます。ラインナップ超いい。19日は特になくって、はい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 、25、妖怪ウォッチバスターズのメダルバスターズラムネ2。バスターズ系の新作ラムネが出ますね。26日、ん？なんだこれは、びっくりチョコボー高っ、600円、いつものサイズより4倍の大きさチョコボー1本で結構お腹いっぱいになりますから、僕相変わらず好きなのでいつもストックを持ってるんですけど、さすがにそんな僕でも4倍サイズはきついかも。そしてオリジナルシールが1枚入り。うん、1枚入り、あー、4枚セットとかじゃなくて1枚入り。あーなるほど、1個ぐらいは買ってみましょうかね。お、変形合体イグアナゴーストライカーの食玩バージョン。3種類買うことで各フォームを再現可能と。ガンバライジングチョコウェハースの5。食玩は以上です。最後はガシャポン。上旬はスプラトゥーンのインクリングプレートスイング、こちらのみで、中旬にガシャポンゴーストアイコンの07。おー、これね、第1話に登場したブランク状態のアイコンがガシャポン限定で出るんですよね。これ絶対欲しいですけど、メッキバージョン並みにレアとかだったら出すのは相当難しいですよね。いやでも欲しい。いや今回はもうメッキバージョンよりこっちですね。レアアソートじゃないことを祈ります。先に07を紹介しちゃいましたけど、その下に06、レジェンドアイコンのダブルと闘魂ブースト。闘魂ブーストのメッキ版気になりますね。欲しい。中旬はそれくらいで、バスターズのボリューム5も発売するのと、ライトオブライダース G、 仮面ライダーゴーストより怪しく光るライトアイテムが登場。はー、たまにこういうね、
変わったやつ来ますけど、割と僕こういうの好きです。仮面ライダーゴーストのビッグサイズナイキリゴースト02、この辺が発売して、お気になる超10ギガ、超10ギガのデスクトップ超10ギガ、欲しい全部集めたい。これなんか背景とかありませんかね。超10ギガ好き。あとは特にありませんので以上です。そしてプレバン系で今月到着するのはビートチェイサー2000と SIC インフィニティスタイル。これめちゃくちゃ楽しみ、早く遊びたい。そしてアーツの仮面ライダーチェイサーとヒステリカ、プロビデンスガンダム、オメガモン、オメガモンとかチェイサー、インフィニティスタイルとか、この辺はレビューします。はい、ということで今月のレビュー予定カレンダーを紹介しました。もう毎年のことですけど、戦隊が入れ替わる時期ですから、デラックス玩具の発売は少なめですね。ただそれでも結構ゴースト系はコンスタンスに出ますし、来月に入れば獣王ジャー関連がどんどん発売しますので、獣王ジャー玩具も楽しみですよね。以上、レオンチャンネルの今月のレビュー予定カレンダーでした。